試合目の出場、そして前節2ゴールを挙げているこちらが9番の谷口健三。ここはヘディングシュート、中島守った、もう一度シュート決まりました。前半の5分、藤枝が先制です。早速セットプレーからゴールを奪っていきました藤枝前 FC。 岩渕のコーナーキック、ヘディングシュートは弾いたんですが、ここ中最後合わせた選手がいるでしょうか。矢部のシュートがオウンゴールを誘った形でしょうか。